い、こんにちは、レトスの大野です。9月7日の3問に入っていきます。 A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。 C から A に対して1000万円の請求があっても、 A は500万円を支払えばよい、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。連帯債務は債務の全部を各連帯債務者がそれぞれ負ってます。負担部分っていうのはあくまでも連帯債務者間の話なんですね。債権者 C には関係ない話なんですよ。つまり連帯債務者 A は債権者 C に対して1000万円請求されたのであれば、1000万円を支払う義務があります。この負担部分っていうのは、注意が必要ですね。連帯保証と連帯債務ではこの負担部分に関する内容が少し違うんですね。この点はよく出題される部分なんで学習しておきましょう。個別指導の受講者様は受講者専用のメルマガで詳しく解説しておりますので、そちらの方でご確認いただければと思います。こういった部分、混乱しやすい部分なんで、理解できていない方は調べて理解していただければと思います。で、問い2です。法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても免許の結核には当たらないんですね。つまり5年を待たずに免許を受けることができます。役員とか支店長などの政令使用人、政令で定める使用人が、宅建業法違反だったりとか、暴力行為、これによって罰金刑に処せられた場合っていうのは、免許の結核に該当するんですね。したがって、その法人も、刑の執行後5年を経過しなければ、免許を受けることができないです。しかし今回っていうのは、宅建業法違反とか暴力行為ではなくて、私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので、結核には当たらないから、5年を待たずに免許を受けることができる。よって罰になるということになります。で、これ間違いやすい部分なんで、個別指導では動画を使って解説します。動画を使って、細かく解説するってことですね。なので、受講者様は、受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問3です。宅地造成工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万平米の土地について切り戸または盛り戸を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。答えは許可は不要なので丸ですね。宅地造成等規制法でいうこの宅地というのは、農地、再生放牧地、森林、公園、道路、河川、その他政令で定める公共用の施設に供されている土地以外の土地が宅地なんですね。で、今回農地っていうのは宅地ではないんですよ。農地は宅地ではないですよね。そして今回果樹園っていうのは農地にあたるわけです。つまり果樹園は宅地ではないということになります。したがって果樹園用地の切り戸や盛り戸っていうのは宅地造成工事の許可はいらないんですね。あくまでも宅地造成の工事の許可が必要な場合っていうのは、宅地において行う工事だったり、宅地にする工事なんですよね。今回宅地ではありませんので、許可は不要だということです。ここ数日、宅地造成等規制法でいう、宅地の定義についての問題を出題してきました。解けない方は復習してください。重要なポイントです。また個別指導の受講者については、試験で引っかかりやすい注意点もお伝えしております。そして現状、あなた自身、こんな悩みありませんでしょうか。過去問では40点以上取れる、8割以上取れる、でも模試では30点も取れない、こういったことで悩んでいないでしょうか。この悩みの原因について解説させていただきたいと思います。まず前提として、過去問が40点取れるから実力があるっていうわけではないんですね。過去問っていうのはもう何回も復習しているわけです。なので結果的に問題文も覚えちゃったりとか、解説も覚えちゃったり、回答を覚えちゃったりするので、40点以上取れるっていうのは当然の話なんですよ。だから点数だけで理解できているかどうかっていうのは判断できないんですね。じゃあどこで判断するかっていうと、そもそも日頃の勉強で理解学習をできているかっていうところです。理解学習がちゃんとできていたら、過去問も点数取れますし、また模試の方でも点数取れます。なので、模試で点数取れないっていうのであれば、おそらく原因として考えられるのは、理解学習ができていないってことです。
過去問40点以上取れているってことは、問題をそれなりに解いてると思うんですよ。例えば過去問10年以上勉強していて、それで40点以上取っている。まあそういった方が多いと思うんですよね。ただ一方で理解学習ができていないって方がもう非常に多いんですね。で、今回ちょっと理解学習についてちょっと細かく、お話しさせていただきたいと思います。まず理解学習っていうのは大きく分けて、まあ2つあるんですね。細かく分けたら3つですけれども、1、2、3と3つあるんですけれども、まあ2つで分けていただければいいと思います。1つ目が問題文、質問内容、これをちゃんと理解すること。これ理解していないと、ボンミスだったりとか、引っ掛け問題に引っかかっちゃいます。だから実力があったとしても、それが原因で失点してしまえば、その分点数下がっちゃいますよね。だから点数取れないっていう場合があります。で、もう一つが、解説を理解していないっていう点です。で、ちょっと一つ目については、個別指導の内容になりますので、ちょっと細かくはお伝えできないんですけども、解説の理解について、細かくちょっとお話しさせていただきたいと思います。この ② については、あんた自身が勉強時間を作っていただければ、自分でもできる内容なんで、こっちを中心にお話しさせていただきます。まず、解説の理解なんですけども、第一ステップとして、切り分けをしなきゃいけないんですね。何を切り分けるかっていうと、理解しなければいけない問題なのか、丸暗記でいい問題なのか、これを切り分けるんですね。丸暗記でいい部分については、これ丸暗記でいいんですよ。例えば語呂合わせを作って、語呂合わせを覚えたりとかすればいいです。一方で、理解すべき部分についてはちゃんと理解しなきゃいけないんですよね。で、この切り分けの仕方なんですけども、一概にこうやってやりましょうっていうのはちょっと言えないんですね。というのも、一問一問異なるからなんですよ。これは過去問を何年もやっていただいて、分析していただいて、あ、これは理解していないと解けない問題なんだなっていうのを見極めていただかなきゃいけないんですね。なので、第一段階としては、切り分けをするために、まあ、分析をしていくってことなんですよ。で、分析をした上で、あ、これは理解しないといけないな、あ、これ丸暗記でいいなっていうのが分かった上で、じゃあ理解すべきものは、じゃあどれくらい理解しなきゃいけないんだろう、どれくらいの深さまで理解しなきゃいけないんだろうっていう点と、また何を理解しなきゃいけないのか、この二つを考えなきゃいけないんですね。で、一つの基準としては、丸暗記で覚えた部分について使おうと思っても使えない。こういった時はちゃんと理解した方がいいです。丸暗記をそのまま使って、あ、これ解けるっていう問題はその丸暗記の内容でいいんですけども、丸暗記したけれども、それ使って、あれ使えないなって言った時はちゃんと理解した方がいいので、まあそういったものを理解すべき対象としていくのがいいと思います。で、理解すべき内容、つまり理解すべきところと、どれくらい深さまで理解しなきゃいけないのかっていうのが分かった上で、次は調べるっていう話になってきます。で、調べるについては、宅建の教材で調べても載ってないんですよ。その理解しなければいけない部分まで。だから、自分自身で、例えば専門書だったりとか、専門のサイトだったりとかで調べていくのがいいです。宅建の教材、宅建のサイトには載ってません。なので、専門書だったりとか、専門のホームページ、例えば、権利関係だったら、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイト。法令上の制限だと、建設業者とか、都道府県とか、国土交通省のサイト。税金関係だったら、国税庁とか、税理士さんのサイト。そういったところで調べながら、勉強を進めていくと、この解説の理解ができるようになってきます。ただ、試験までそんなに長い期間はありませんので、その中で自分自身で時間を作って、そこまでやるのは難しい。まあ、そういった方もいると思います。そういった方については、今販売している弊社の予想模試があります。弊社の予想模試では、この切り分けだったりとか調べるって、これやらなくても、解説の中に載っているんですね。また問題文の理解が必要な内容については、それについても載せております。なので、弊社の予想模試をやっていただくだけで、理解学習が必然とできるっていうことなんですね。勉強したら勉強した分だけ実力を上げたいっていう方は、ぜひ弊社の予想模試、ご利用いただければと思います。弊社の予想模試は15日あれば、復習まで3回分行っていただけますので、まだ実力を上げることは可能なので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして予想模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。